西子くんは、武蔵の国、東京都国分寺市西国分寺出身のゆるキャラである。ゆるキャラグランプリ2011で3位入賞。武蔵の国、国分寺跡から発掘された、あぶみ瓦が、モチーフの丸いグレーの顔から、ニョキっと出た足が、チャームポイントの妖精。ゆるいをテーマに、SNS 発信や、多数のイベント出演、テレビ CM 出演、企業コラボレーション等を行い、 出会う人々を楽しませている。武蔵国分寺跡出土の短弁連下文献、丸瓦デザイナーである西尾優美が過去に住んでいた町への恩返しにと、散歩道で見かけたアブミ瓦をモチーフとしてデザインしたキャラクターをデビューさせたことが始まりである。なお、アブミ瓦は武蔵国分寺跡から出土したものが存在する。姿は円形アブミ瓦の上半身から2本の足の実が、 出てていいる。る。三浦純は、その姿を、プリティーソと表現している西子くんの仲間、いろこくんや、親友の黒猫の黒ちゃんなど、西子くんに関連して登場するキャラクターはすべて西尾が描いている。なお、西国文字という地名は、国文字史には存在せず、大まかに西国文字駅界隈が西国文字と認知されている。ありがとうございます。